はい。微酸性的化基礎論の13回目の授業の補足をしていきます。別勾配法という話をしていまして、それはこの凸関数ですね。微分可能ではあるとは限らない。微分可能であるとは限らない凸関数の最小化をするための、アルゴリズムの話で、初期点を選んで、考えている点の、列勾配。今、SI としてまして、それを選んで、ステップサイズ、アルファ i っていうのもうまく選んで、その xi っていうのを更新していくというような、アルゴリズムだったというわけです。で、この係数、ステップサイズの選び方については、ちょっと授業の中で少し言ったので、あと残っているこの列勾配の付け方、こちらの方の話をしていきたいと思います。で、一応、列勾配の定義何だったかってことをちょっと思い出すと、こんな感じだったというわけですね。この s が列勾配なんですけども、それは、x0 における列勾配。言ったら、その任意の x に対してこれが成り立つということですね。この s が列勾配です。ですね。はい。で、列勾配法をやるときにですね、この f キロット関数の列勾配を見つけていきたいんですけれども、今ですね、解きたかった元々の問題っていうのの、凸関数 f というものに応じて、その凸関数じゃなくて、列勾配のですね、計算の仕方とかその求め方っていうのは変わってくるかもしれませんが、今はですね、このラグランジュ緩和の、最適値ですね。ラグランジュ緩和の最適値を最大にするような、このラグランジュ乗数ラムダを求めたいっていう話をしていました。ので、そのラグランジュ緩和の最適値を与えるような関数 g を考えて、その最適化をしたいと、その最大値を求めたいということを言ってました。で、この G っていうですね、この関数、これが、O 関数であるということは、この授業の中で証明したわけです。で、やりたいのは、その O 関数がこんな感じをしているとかですね。O 関数の最大化だったんだけども、列勾配法っていうのが行うのは、凸関数の最小化なので、この G にですね、この符号、マイナスをかけて、こちらが、だから凸関数になるわけです。で、この凸関数の最小化をしたいと。だマイナス G っていう凸関数の最小化をしたいので、このマイナス G っていう、凸関数の列勾配を知りたいということになります。で、それを今からやっていきましょうということになります。はい。で、それでですね、今ここに書いてあるのは、それ今書き消したかったです。今ここに書いてあるのは、G ラムダの定義ですね。これがこういう形で今、ラグランジュ緩和っていうのを定義してましたということです。ここに書いてあるものの最小値。で、制約があると。こういう形ですね。で、それの前にマイナスをつけて、マイナス G っていうのを作っているという形になっています。で、今、これはこの中の最適化問題があるんですけれども、その最適解を今、X ラムダとしましょう。つまり、この X の部分に X ラムダを入れたら、この値が最小化されると。と思いましょうということですね。で、この時に、で、それによってこの G ラムダっていうのは定まるわけです。ただ、ちょっと下に書いておくと、G ラムダっていうのは、C 点値 X ラムダプラスラムダ点値、B2 マイナス A2X ラムダということになってるわけですね。いいですかね。で、これで、ラムダにおけるこの G の値っていうのは求まってるわけです。で、それでですね、このラムダにおけるマイナス G の列勾配は何でしょうということを、この性質で述べています。で、この A2X ラムダマイナス B2 っていうのが、その列勾配の一つになりますよということをここでは言ってます。列勾配っていうのは1位に決まる、唯一であるということは限らないので、いくつかあるかもしれないんですけども、これがその一つであるということですね。だから、この X ラムダさえ分かれば、この列勾配はすぐに分かるということになります。で、これは、何なのかというと、ここですね。ここの部分。ここの部分の、その X に X ラムダを入れて、符号を逆にしたもの、マイナス1をかけたものになっているということです。じゃあ、これ、証明していきましょうということになります。だから、まず言ってくの、だから、これによって、この列勾配を使えば、このラグランジュ緩和の最適値関数 G の最大化が列勾配法によってできるようになります、ということになるわけです。で、これによって最強ラグランジュ緩和が見つけられますよという話になります。で、これが列勾配であるということを証明したいのですけども、ここに書かれているのは、これが列勾配であることの定義です。先ほどはですね、この定義のところでは、この部分が S 点値で、X マイナス X0 で、FX
マイナス FX と、まあ、こんな形でその列勾配の定義書いてあったんですけども、この X の部分、2の X と言っていたのは今、まあ、ラグランジュ乗数に対応するように2の μ に書き換えています。で、ここの部分が列勾配であると証明したいもの。この部分、今、F に対応するのがマイナス G です。からそれを使って書いているということになります。いいですね。で、これ証明していきましょうということになります。で、まあ、やるのはですね、まあ、これを、頑張って、もう定義を使って証明してくれるだけなんですけども、まあ、こんな形で言いましょうと。今ですね、ちょっと、都合の、によって、この、G ラムダは左辺に持っていって、マイナス G ラムダにしてます。で、マイナス G ラムダプラス、なんとかかんとかっていう左辺を持ってきています。で、初めの統合はですね、で、それが、最終的にこのマイナス G ミュー以下であるってことを証明したいということになります。で、そのために、まずどうするかというと、この G ラムダ、マイナス G ラムダをですね、この定義を使って書き換えます。先ほど言った通り、G ラムダっていうのは、ちょっともう一度先消したものを書きますけども、C 点値 X ラムダ、プラス、ラムダ点値 D2 マイナス A2 X ラムダということになりますので、それをここに入れてるわけです。入れてるということになります。で、それでこの初めの統合が得られるということになります。で、ここまでは、それで終わりと。で、二つ目の統合をですね、得るためにはどうするのかというと、ここですですね、ここの部分ちょっと、書き換えます。で、だ整理します。で、どう整理するかというと、で、ここをよく間違えるかもしれませんけども、どうしようかな。どうしようかな。ここと、ここ、このカッコの中にマイナス1をかけるってことをします。両方とも。はい。で、そうすると、マイナス1かけるマイナス1は、1ですから、それを行っても同じものが出てくるんですけども、で、実際にそれを書き直すと、B2-A2X ラムダというのが前の方から出てきていて、後ろの方はラムダマイナスミューになると。こういうことですね。で、これ今展開します。展開っていうのは、この部分を、前の部分をラムダとミューの部分に分配します。で、そうすると、B2-A2X ラムダ、点値、ラムダ、マイナス、B2-A2X ラムダ、点値、ミューというのが出てくるということになります。いいですかね。で、そうすると、今この、初めの部分ですね。B2-A2X ラムダ、点値、ラムダっていうのと、この前に残っている、ここの部分です。マイナスラムダ、B なんとかかんとか。この部分、これ、同じになります。同じか、これ、キャンセルします。これ、内積の順番、取る順番を入れ替えてるだけなので、これ、同じ値になります。だから、これは、消えます。切ると、相殺します。ということで、この部分だけ残るわけです。で、この部分だけ残って、そのまた内積の順番に入れ替えたのがこれになると。とですね。よろしいですか？という形で、この二つ目の統合が得られるということになります。いいですかね。はい。で、じゃあこれ消しますね。おっと。ちょっと消し方がよろしくないですけども、ちょっとすいません。なんかね、書いたものをすぐに消すってのは良くないんですけども、これまあ動画なんで、だから本来ですね、なんだろう。黒板とかではこの書いたものをすぐ消すってのは良くないんですけども、これは後で見返してるんでも消してしまってます。はい、それで、今これが出てきましたと。で、これとこの G、マイナス G ミューを比べるんですけども、じゃあ、G ミューって何だったかというと、これは、定義から、min の、C 点値 X プラス、ミュー点値、B2-A2X で、なんか制約があると。こういうことですね。この上のですね、この、G ラムダの定義があるんですけども、このラムダをですね、μに変えたものが、Gμであるということになるわけです。で、後ろの部分はこう制約同じということですね。で、そうすると、今、この X ラムダっていうのは、この制約満たしてるわけです。だから、この制約満たしてるわけです。だから、この今、G、μの値と、この X の部分を、X ラムダに変えたものを比べると、この X、もしかすると X ラムダは、この制約満たしてますから、つまり、この最適化問題の、許容解なわけです。許容解なわけです。だから、その許容解における目的関数値と最適値を比べたら、最適値の方が、任意の、今考えている、任意は今なしにして、今考えている許容解 X ラムダの目的関数値以下になるという関係式が得られるわけです。で、これにマイナスをつけて得られるのがここの不等式ということになります。いいですね。ここに今書かれているこの式っていうのは、ここの式との、符号を変えたものになっているわけです。ですかね。ということで、マイナス、
位置をかけて、この向きの不等号が得られて、証明が終わるということになります。これで、ここに書かれているものが確かにマイナス G の列勾配だということが分かったということになります。よろしいでしょうか。はい。で、まあ、これが、補足の、この動画の趣旨だったんですけども、ちょっと授業のところで言ってなかったことがもう一個あるので、それを言います。それは何かっていうと、今はですね、この F、この列勾配法を使うときに、この、まあ、凸関数があって、こんな感じになってるわけですけども、この、刺激ですね、この関数の、引数が取り得る値の範囲っていうのを、この R の N 乗って、この、空間全体、にしていたんですけども、まあ、そうじゃなくても突関数定義できると。なんか突集合を刺激としても良いですよっていうふうに言ってたわけです。で、そういう場合にも、この、この、列勾配法であるとか、まあ、いろんなアルゴリズムを適用したいというふうに思ったりするわけです。で、その時には問題があって何かっていうと、まあ、例えば今ここがその今考えている点で、これが今考えている点で、で、なんかこの地の方になんか進みましょうとかっていうふうにそのステップサイズ決めるんですけども、ステップサイズが大きすぎると、今考えているですね、この、土地集合ですね、この定義域というか、刺激であるような、この集合ですね、今これをオメガと。してるんですけども、それをこうはみ出てしまうことがあるわけです。で、そうすると、この xi プラス1っていう次の点があるんですけども、ここにおいて関数の値が決められてないってことになってしまって困ることが起きます。で、そういう時には何かっていうと、この、まあ、進むんだけども、進んだ先がその、今考えている刺激、突集合、オメガから外れている場合には、この点をですね、この突集合に、引き戻してあげる。まあ、引き戻すというか、その、移してあげる。っていうような操作を一つかませる。ことがよく行われることになります。で、まあ、この引き戻し方としてよく行われるのは、いわゆる遮影と呼ばれるものなんですけども、この遮影とかですね、そういうものなんか、を考える必要があったりして、まあ、そこら辺がですね、またこの、刺激が土地集合、一般の土地集合というか、その、ある、全体集合ではない土地集合の場合には、そこら辺をですね、ちゃんと面倒を見るというか、ケアする必要があって、そこら辺もまたですね、難しい部分であったり、考えなくてはいけなかったりする部分でもあるんですけども、まあ、それは、必要がある場合にはそれを行うということになるので、皆さん、自分の手持ちの問題で、こういうアルゴリズムを適用しようとする場合には、その点にも注意をしてください。はい。では、これで補足動画の方終わりになります。ありがとうございました。